題がね多いと思うよこの子。まあまあ可愛いっていうか綺麗ではあるけど。あ、そう、これも高級だから。うん、ちょっと可愛いじゃん。そう。で、おしゃれで可愛くて守ってくれたらよくない？2個もいらないんだってマジで。つけて無理やり。わかった。もうせっかくだし買ってくれたから。そう。で、ゼロワンの鬱とかにもいいらしいこの椅子。これだからなんかちょっとこれさちょっと怖いじゃんなんか。1ヶ月検証するわ。なんか怖いじゃんわかる？で前はこれサンシャインパワーアップだからなんかキラキラしてるけどなんかゼロワンのはちょっと重ためみたいな。言われるこれ、うん、こいつな信じてつけてるみたいな。あのね、みんなあのさ、石鹸とかでヌメヌメさせてから やる。いや、もう無理やり行けや、我慢するから、痛いの。無理やり行けよ。ちぎれてもいいから。無理やりって言って。洗剤って、みんな洗剤って言ってる。いや、もういいから。なんで？肌荒れるし。いや、いいって、そんな一瞬。いや、あの、洗剤荒れするんだよ、俺。え？手荒れしちゃうから。いいって。早くしてよ、もう。無理だって、ヌメな。行けるって。無理やり行けるよ、じわじわ行けば。マジで痛いわこの関節が。まゆちゃん、まゆちゃんごめん、はい、痛いわ。はい、石鹸つける。うん、じゃあ一緒に行こう。持ってきて。三脚持って。持ってきて。今また元に戻っちゃうよ。おしっこ気をつけて。こっちに、待って。ああ食器洗剤がいいよね。いや、普通の石鹸にしてもう食器洗剤。石鹸はキキキキしてるから。食器洗剤じゃなくて普通の洗剤。クレンジングオイルとかね、みんなどうする？この石鹸でいいって言ってるじゃん。ダメ、それじゃね。これでいいって。キキキキする石鹸は、キキキキするから。キキキキするの？そうだよ。あ、リンスだって、リンス。リンス？うん。はい、よしって。ここでやらないの？ここでやればいいじゃん。ほら、あげて。まず、手前に濡らして。これマジで大丈夫かな？おかしなことならんか？ならないよ。もうゼロワンのことを眉だけじゃ守れない。痛いちょっと逆にちょっと痛いっつーの。でマジで痛いわ。来た。じゃあ洗って石鹸で。おー、来た。何をしてるの？ぬめ、ちゃんと洗わないと。あ、ありがとうございます。すごいね、リンス。あ、5個ありがとうございます。で、なんか数珠って最初洗った方がいいらしいよ。あの、言ってた占い師が。どんだけお揃いつけたいの？いや、前もじゃあ洗えない。嬉しそうだよね。嬉しい。で、今ね、数珠ハマっててさ、まゆ。似合ってます？どうすか？どう？かっこいいかな。なんかあの、いいかな。少年ジャンプのやつが絶対つけてそうじゃない？で、これ1ヶ月検証するわ。うん。うつとか肩こりも？肩こりは違くね。肩に乗ってるんじゃない？なんか、ね、オニキスオニキスとプレナイトっていう石はなんか生き霊にいいらしいよ。あ、5個ありがとうございます。あ、うちゃんありがとう。ありがとう、うん、あ、ひまわりちゃん10個ありがとうございます。え、気に入った？気に入ってはないけど1ヶ月つけて。え、ちょっと見して。え、みんなどう？ゼロワンの、まあ、でも違和感そんなないけどね。うん、どう？みんな違和感かっこいい。いいやん。あ、いいじゃん。嘘。うん、高いけど。で、あと1万のやつあるから2個もつけるの。うん、あ、5個ありがとうございます。2個もつけるの。ありがとう。もうつけたくないから。あ、大丈夫大丈夫。それは
足につけるバージョン、アンクレットって言って、あのこれでなんかこれ前アンクレットって言うんだけど、で次は足だから。どんだけなんかやりたいの俺に、うん、縛りたいの、なんか縛りたいって何、守りたいんだよ。呪いでもこれ入ってる？入ってないよ。あ、じゃあその効果を今読み上げてあげる。萌ちゃん、浄化お塩で清めるんだよ。あと満月と新月に置いとくといいよ。あ、詳しいね。なんか変なやつ寄ってくるじゃん。え？何？そういうなんか変な人ら寄ってきそうじゃん、うん、もう信じてる人。ごめん、ちょっとね、バグ全く信じてないんだけど。でね、バググラするね、ちょっと。ゼロワン映ってるかな。これあなたのその意味を教えるわ。そんなんで治ったらみんなするわ、確かに。え？で俺みたいに信じてないやつがつけても多分効かないと思うんだよ。で前のはこれ。どれぐらい信じてるんだ。でこれ可愛いんじゃない？ほら。で前はどうこれ？ね。医者もいらんよね。うん。えあのさ。病気が治るとかじゃなくて、なんかあの生き量とかだって。ゼロワン。で俺これ今月だけつけるね、うん、効果なかったら切るね。あ、効果なかった、もういらなかったら土に埋めてね。ん、自分でやってね。変じゃなくてやるならちゃんとやった方がいいよ。やりたい。分かった。あの生き量とか、あとなんかネガティブなあののを取り消すみたいな。だからね、ゼロワンの方が高かった、その石。9000も買ってくる、9000も。前はこれただのサンシャインアップだけだから、まあ安かった、うん、はい、でみんな調べて、あのオニキスとプレナイトっていうやつ、石。これ人間のやっぱ心理をうまく利用。いや、そんなことないよ。でこんなのハマってんのある一部でしょ、眉とか。いや違くて、で実際つけたらほら、オニキス魔除けだって、ゼロワン、うん、その石魔除け。実際つけたらなんかいいことがあって、あ、この石のおかげだって思っちゃうんだよ。あとちなみにゼロワン、それが洗脳なんで、あのなんか洗脳されちゃうんで、あの本当にあの何か悪い幽霊とかが来るとその石が割れたりするんだってね。なんかそういうの信じない方がいいよ、本当。やばいね、眉って。なんかお金任せられないわ。変なもん買ってきそう。そんなことしないよ。高い壺とか。そんなことしないって。いや、するタイプだよ。しないよ。今はいいけど40代とかしないって。占いとかも信じ始めるよ。宗教とかもハマんないしね、マジで。だってリリーさんとかってお金払って占いやってもらって、まあ、女の子って占い好きだしね。マユも好きだよね。俺ちょっと偏見あるな、申し訳ないけど全く信じないね。なんでこの、でもさ、可愛いからよくない？別にファッションだし、あげーみたいな。でもゼロワン変じゃないよ、その腕。え、変じゃないよね。似合う？うん。お腹痛い。え、お腹が痛くなってきた。お腹弱いんで俺。お弁当で？違う、油っぽいもん食いすぎ。あと2ナイスで、あのプレゼント開封します。それ自演なの？は？こんだけど何がプレゼントって。何自演って。自分で買ってんと風に。自分で買うわけないじゃん。そうなの。腹痛い。お前火薬じゃないんだけど。あ、来たよ、750。え、うん、750ナイス来たよとか。あ、758ナイスありがとうございます、うん、ありがとう、うん、開封しないよ、うん、いや、ブロックしろってこともかと思った。違う違う。じゃあ見せたいと思います。この王の椅子、タバコやめてや、本当に。当たってるって、椅子に。え、椅子にやめて、その物置じゃないから。で、これゴッドイベントのやつ、神への冒涜だからやめてや、本当に。だって売ろうとしてたじゃん、でろ。やめて、本当。マジでブチ切れるぞ、本当に。やめてっつってるじゃん。どうすんの、下でやってよ。なんでそんな怒るの。椅子ダメだって。何がそんなに気に食わないの。神の椅子なんだから。それこそ罰当たるで。そっちの方が怖いんだけど、ゼロワン。だってゴッドイベント総合1位の椅子だよ、これ。俺しか持ってないんだよ、ふわっちで。養分も持ってるって言ったよ。2人しか持ってないんだよ、総合1位と総合2位しか。
2人しかもらえてないんだこれ。なんでメッキが剥がれちゃうから貴重だって。何よりも貴重だよこれ。あ、これどうやって抜くんや。わかんねえよ、ほんと。だって怒るの分かっててやる方が悪いじゃん。怒られても仕方ないよ。怒るの分かってるんだから、ね、これ配信外でも嫌がってるんだよ、やめてねって。ワンピースかわいいじゃん。わーん、プリンセスみたい。なんかかわいい、なんか夏っぽくておしゃれじゃん。どうですか。え、自演じゃないから。わーん、このまま後ろに行きたい。で、かわいいですかこれ。で、着てみる。遅れたけどお誕生日も…あ、ありがとう、お花火。ほらね、自演じゃないじゃん。自演じゃないでしょ。ありがとう。誕生日プレゼントみたいな。誕生日プレゼントで。じゃあちょっと着てくるね。袋も入らず入る、この後ね。今度メイクした時にちゃんと着るわ。これ今…え、伝票がちょっとおかしいんだけど、川西真由宛て。この子も結婚した気でいるのかな。川西真由になってますこれ。え、ちょっとそれリスナーさんが書いてくれたの。何、え、どう、川西真由宛て。リスナーさんが書いてくれたの。あ、リスナーさんがってこと。そこ危ない、見えるで。うっとうしい。お前だよ、ちゃんと閉めろや、全部。婚約祝いみたいな。お昼ぐらいから一回は笑ったよっていう人、ちょっとナイスをしてあげてください。早起きして頑張ってるんで、ちょっと無料で応援してあげてください。まあちょっと総合1位は無理だと思うんですけど、1ヶ月ね、多分頑張るんで、あのイベントの無料アイテムでもいいんでお願いします。あ、川西です。あ、お世話になってます。はい、お世話になってます。あ、大丈夫っす。はい、1月と2月です。それなんで今になって電話してきてるんですか。もっと早くじゃないですか。じゃあすいません、あの支払い用紙また送ってもらっていいです。来たら払っときますんで。はい、その払いようがないんでね、やっぱ届かない。はい、よろしくお願い。スタイルがめっちゃよく見える。めっちゃいいじゃん。大丈夫、国税から。国税じゃねえや。ねえねえ、どう、かわいいね。なんか似合うじゃん。ほんと、めちゃくちゃおしゃ。うん、ねえ、かわいい。うん、かわいいナイスください。これはめっちゃいい。うん、なんかアニメみたい。これいいね、気に入ったよ、リスナーさん、ありがとう。なんていうブランドなの。これハイブランドって名前。ハイブランドっていう名前なの、うん、そういうのがあるの。そう、これ気に入りました。かわいいじゃん、うん、あ、ハート花火ありがとう。サイズよかった、サイズぴったしなんだけど。優しいですね、うん、サイズぴったし、よくわかったね、前のサイズ。あ、皆さん、僕も服。いやセンスいいね。これさ、アイロンしないといけないのかな。で、今王の椅子座ってもいい、プリンセスだし。クリーニングだよ。ありがとう。クリーニングなんだ。え、ね、ネットに入れても。あ、めちゃくちゃ褒められたね。800のやついくよ。え、一気に。あ、本当だ、すごいじゃん。リスナーさん、ありがとう。あのさ、リスナーさん、また、あ、またっていうか、お金払うからさ、あの、なんか選んでくんない？おしゃれだよね。これはなんか、このまま着るの？え？なんか、腰に巻いたりしないの？これ？うん、あ、でも巻いてもいいよね。なんか、あの、持ってんだけど、家にあるの、ソリンチ。色がワンパターンだから、うん、他の色を入れる。え、でもほら、柄に柄じゃん。でもシンプルにこれだけでいいと思うけど。あ、白いベルトとかか、うん、あとスカーフとかで、ちゃんとメイクして今度これ着ようかな。
金払う。じゃあの次は眉が払うから選んでほしい。別に眉のファッションでもなんかディスられるんだよね。眉もダサいと思わないけど。清掃目合わせの靴もバッグも白がいい。あ、眉の今サンダルも白だよ。あれありがとう。サンダル汚いよね。ねえねえ、でもあのサンダル本当気に入っててさ、で あのあれのもう同じ色。あ、5個ありがとうございます。似合う、よかった。今日もかわいい。いや、あのナイキのサンダル。あ、ピッちゃんありがとう、ありがとうございます。あ、800ナイスもありがとう。あとさ、あのナイキあれ気に入りすぎて、あのソーリンジにも新しいもう同じ靴をもう買ってもうあるわけ。まあそれ取りに行くのめんどくさいし、あれどうやったら白くなるの。そう、ストックで買ったんだけど、前はあの靴ね洗ってもなかなかね白にならなくて、あのハイターあるじゃん、ハイターでいけるかな。オキシ漬け、あ、歌丸石鹸だったら、歌丸石鹸でつければいい。てか洗濯機に入れるかも、漂白剤と。なんかたった靴1個のためにオキシクリーン買うのもったいないじゃん。あ、漂白剤でいいんじゃないの。まゆちゃんかわいい、 ありがとうございます。ハート花火、あ、ありがとう。ね、かわいい、これかわいいよね。なんかプリンセスみたい。ちょっとでもちっちゃいかも。実はあの服着てる時にボタン取れちゃった。ごめんなさいって言って、すいませんでした、うん、ボタンが1個と取れちゃった。どこのボタン。いや、どこかもわかんない。なんか苦しいなって思って、えいって来たら、これどこのなんだろう。ここかな。ちょっとお腹がちょっと22,000円。え、22,990円だって。これ22,000円。高いわ。わあ、やばいな。20,000円のワンピ。ちょっとこれさ、ジェンヌだって。ジェンヌ、ジェンヌ、うん、ジェンヌだって。あ、しかもなんか胸もなんか垂れてない。やっぱいい服着るとすごいね。特定がよくわかったね。よくわかるね、みんな。右の方、なんかおっぱいの位置が違くない、右と左で。え、一緒だよね。一緒、うん、下に見えちゃう。垂れてないし、右の方が下がってる。いや、垂れてないから。しかも今日あのチャリで運動してちょっと下の方に行っちゃっただけ。そんなことあるの。普通のブラつけた方がいいよ、本当に。スポブラじゃなくて。もういいって。もうこれありがとうございます。お風呂入るわ、この枠終わった。でスポちゃんとね、ブラ持ってきたんだ。ちなみにあるんだ、ブラジャー。出たら、じゃ配信の時だけじゃブラジャーします。うん、スポブラ垂れるって。みんなの最後にナイスお願いします。これはあの次メイクした時にこれを着てあのお出かけしようかな。まあ、いやメイクしたらバキるからね。もういいよ、父のくだり。ナイス、ありがとう。フローズンカクテルもください。イベントも頑張ってるんで。あ、いいじゃん、かわいいけどね。この編み込みがかわいいじゃん。これで口臭くなければなって。なんで前の息知ってんの。てかさ、ゼロワン怖くない前のあの祝電。ねえ、そんなこと今まであった、変わってってパターン。でアイテム投げてんだって前に。でその人がワンチャンパンと取ってそうだよね。いや前ゼロワンと声そっくりだったの。まゆーとこ行ってゼロワンがネタやってるなって思って。やってるわけねえだろ。そう、なんか台本組んでるって最初思ったら、喋っていくうちに違うから、会いたいとこ言って。いや本当にゼロワンかと思ったの、うん。あ、5個ありがとう。さっきはごめんなさい、ブロック解除ありがとうございます。え、どういうこと。さっきはごめんなさい。あ、さっきの多分タヌキとかでなんか言っちゃったのかな。
タヌキって次の枠でブロック解除になってるんだよ。え？ありがとう、ここ。これね、なんかスタイルがよく、前のスタイルが、あ、電話の人じゃない。多分タヌキでなんか書いちゃったんじゃない？で、ちょっと腹筋をやってみようかな。なんかユリニャの体型がいいんだって、ゼロは。ワンピースが好きだね、マユ。あ、ありがとうございます、ココ。ゼロワンと一緒の方が面白いって言っちゃいました。あ、そうなんだ。ああ、あのコメントね。え、マユ、一人じゃつまんねえんだって書いた人？ありがとうございます。ユリには難しいよ。ありがとう。みんな最後に押しといてください。いや、フォローされてるあの人だった。じゃあまた、まあ、夜かな、やるとして。お風呂入ってくるわ。じゃあまたね。ゼロワンやる枠。あ、5個5倍ありがとう。あ、ありがとうございます。ほんと。